今日はちょっとね、近況をちょっとお話ししようかなと。まあ近況ってほどでもないんですけども、実は4月25日ギアフェスタっていうのがですね、ファクトリーギア本店千葉県柏市なんですけども、そこで18時から24時まで開催されたと。ということで、結構ですね、ファクトリーギアのトップページでもなんかビョーンとかこうムービーが流れていたりとか、しておりまして大騒ぎしてて、それで皆さんね、一体何なんだと、いうことでなんとなく触りしか分からなくて、ちょっとそれがどういうものなのか分からないんで、でも行きたかったけど、でもな、夜も遅いしな、柏だしな、やっぱ行くべきかなというふうにね、ちょっと分からないよという方が結構いらっしゃるので、まあ実はですね、この日4月25日の18時から24時ですけど、柏のね、本店のところにですね、なんと2000人のお客さんが来ていただいたんですね。まあ毎回2000人ぐらいなんですけども、そのイベントの内容を今日はですね、ちょっと皆さんに、お伝えしようかなと思ってます。でまあこれ始めたのはもう今から20年以上前なんですけど、今回もですね、ゴールデンウィーク4月の25日に開催になりました。で今までは夏と冬ですね、開催年に2回してたんですけど、まあ、3年前から年に1回ゴールデンウィークにやりましょうということで、これなんでかっていうとですね、あんまり暑すぎるとか寒すぎるっていうのにだんだん僕がちょっと耐えられなくなってきたっていうのと、スタッフもやっぱりね大変すぎるし、お客さんもみんな夏をめちゃくちゃもう氷とか熱中症対策しながらやったりとかですね、冬はもう寒いのを暖房を焚いたりとか、まあ、いろんなことあって、まあ、年に1回でいいんじゃないかということで開催、しております。ということで、今日はね写真業者さんにねちょっと見ていただければと思います。まあこれね、こういうふうに、まあ、いろんなね、まあ、工具が、まあ、夜店のようにですねこういうふうに置かれていまして、これ店内なんですけども、まあ、この日はですね、まあ、店内の在庫も非常にこうちょっと厚めに用意しまして、いろいろな、お客さんたくさん来ても大丈夫なように通路とかもちょっと広々と、おこれちょっと綺麗でしょ、これね、これ店内にある、まあ、工具箱、ディスプレイコーナーなんですけども、まあ、ちょっとほらねこういうのでじっくりと、まあ、触って工具が見れるということで、まあ、店内だけじゃなくてお店の横には、まあ、テントの特設コーナーあるんですけど、お店の中もそれ用に、まあ、工具いろいろ揃えて、見やすくしてると。でこれがですね、なんかこれ非常に雑然とした感じで、なんなんじゃこれって感じなんですけど、これはまあファクトリーギアの、倉庫の方から集められた、まあ、いわゆる、まあ、B 級アウトレットコーナーというふうにね呼ばれてますけども、まあ、非常に掘り出し物がありまして、まあ、通常絶対買えないような値段で売られているところということで、ここ結構人気のコーナーですね。でこれはね、東京のお店の飯田君ね、だいぶ太りましたね、若い頃に比べますとね、ちょっとね髪の毛もちょっと気になりますけどね、まあね古いお客さんしてそうですけどね , 笑ってますけどね、かわいそう。まあね、今何やってるかっていうと、こうねもうね、6時からなんですけど、結構何時間も前から皆さん来ていただきまして並んでらっしゃるということで、まあ本当並んでいただくだけじゃ申し訳ないだろうということで、まあ、列の横がちょうど売り場だったんで、そこでちょっとまあオープン前にお店開けまして、工具のデモンストレーションとか説明とかこうさせていただいたりなんかしたという感じですね。で、まあ、いよいよオープンと、もうね、オープンの30分ぐらい前になりますと、こんな感じでもう長蛇の列、これ毎回風物詩ですね。で、これでまあ、今これ、いよいよオープンですね。これカウントダウンですけど、まあ最近はApple コンピューターがね、お店出すときなんかに、Apple ストアですか。Apple ストアのお店でカウントダウンとかですけども、ファクトリーギアも実はね、これ20年前からやってますんで、Apple上陸する前から、イベントのカウントダウンやってました。で、今回、吉田くん、元気、カウントダウンしまして、まあお客さんも一緒にね、こう盛り上がって入場するという感じです。これ夕方の6時です。ね、これ先ほどご説明しましたけど、これ、BQ アウトレットコーナー、昔はもうオープンと同時に、ここのコーナーがすごい人だったんですけども、まあ今も結構人が、まあ最初ここを押し寄せるんですけども、最近はですね、ちゃんとまあ、普通の一般のブースの方にもたくさんこうね、見ていただくようになりまして、まあ夜が更けて、まあ9時ぐらいからまた人が増えてきてね、最近の傾向としては、まあこのようにね、もう、こう、ブランド工具をとにかく安いのを必死で探して、買いまくるというよりは、まあ、本当にメーカーさんとかの、説明をじっくり聞いて、もうねこの時じゃなければ、会えない、でもねもう結構メーカーの営業の人とかね、ショット屋さんの営業の人とかもうお客さんと顔見知りになっちゃったりなんかして、
この日のために誰々さんのために何々用意するぐらいのね、感じでこうコミュニケーション取れてるお客さんもいらっしゃるというような感じで、まあ、本当に皆さん一生懸命ね、あの僕の友達も今回初めてギアテスト来たんですけど、いやこんなにみんなが一生懸命ね真剣に工具を見て話をして買ってるのにびっくりしました。まあ、お店のこの何フェスタの雰囲気がすごいお祭りっぽいので、もっとイケイケどんどんなのかと思ったらそんなことないんですね、なんて。私も結構ね、気がつけば一生懸命売ったりなんかして、なんかで今回はバイヤーズガイドが発売直後ということでちょっとサインとかもね書かせていただいたりしましてですね、ありがたいですね。なんかねこんなね私なんかこうニョロニョロの文字なんですけど喜んでいただきまして、ちょっと嬉しかったですね私ね。でまあ、レジもすいませんたくさん並んでいただきました。そしてこれが夜の12時最後の最後ぐらいですね、なんとテントの中にはですねお客さんがまだ200人以上いまして、そこでタイムサービスというのをねこうやるわけです。これ実はもう私もずいぶん長いこと担当してたんですけど、 2,3 年前に東京の飯田くんと井上くんがやってちょっとこう寂しかったということでお客さんからクレームが出まして、でまた2年前から昨年からもう一回復活ということでやってるんですけど、これはじゃんけんしてる感じが非常にあってね、みんなにじゃんけん大会なんて言われてるんですけど、そうじゃなくてまあ、工具を買う権利をじゃんけんで獲得するという、まさにタイムサービス、安いものをこの時間限定で売りますよっていうことなんですけども、まあ、これがまあなかなか大盛況というかですね、もうこのためにわざわざですね、来ていただく方もいらっしゃるというようなイベントなんですね。ね、でこれはですね何かをゲットされた方ね嬉しそうですね。これねおまけが多いんですね、おまけがね、まあ、これおまけがちょっとね多くてなかなか大変なんでございますけどね、今回はですね一番すごかったのは TTC の紙のチェストね、紙で作られたチェストを5000円で販売させていただいたということで、そういうタイムサービスです。なんでそれがこんな人気なのかというわけなんです。これ最後ですね、これは最後に何かを買った人が、こんな大きなオレンジ色の何かを、お土産でゲットするというような、まあ、イベントでした。で、まあ、ギアフェスタも終わりましてですね、やっぱりこう本当に思うのはですね、やっぱお客さんとこう、ね、ファクトリーガーのお客さん、本当にいいお客さん多くて、僕のことなんかね、覚えてらっしゃらないかなと思うと、結構ね、もう何年も前に僕から、何々買ったとか言ってね声かけてもらったりとか、もう本当もう会うたびにね、いやもう本当はお会いできてまた今年も本当来てよかったですみたいにね言われちゃったりするとですね、まあ本当にねやっぱこうファクトリーギアってお店やってる、喜びにあふれるというかですね、まあ本当皆さんもねただの工具の安売りというような感じではなくて、やっぱりいい工具を、ちゃんと説明を聞いてその工具を好きな人たちと一緒に空間にいるっていう喜びがすごく満ち満ちたイベントだったと思うんですね。で最近はすごくイベントがねすごい減っちゃって、まあ、なかなか工具をああいう感じで見ることが、少なくなってると思うんですけれども、やっぱりリアルに、まあ、イベントみたいなところで、こうたくさんの人と一緒にたくさんのものを見る高揚感というのは今もどんなにネットビジネスが流星になった今でもやっぱりそういうのはねやっぱお客さんも楽しいと思ってる人ね思っていただけると思うし、僕もすごく気持ちがいいし、スタッフもやっぱりそこでたくさんのなんかパワーをもらうんで、これからもですね、このイベントは続けていきたいと思います。でちょっとね来週はというかね次はですねこれがねこの前身でねどんなことがあったかっていうのをちょっと古い写真さっき出てきたので、それはまた今度次回、ご紹介したいと思います。それではまたねファクトリーギアフェスタの、昔をお楽しみにしてください。さよなら。